皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。今日はですね、こちらですね、 XF18mm の F1.4 でございます。5月27日だったかな、発売予定ということになっております。これ発売前にお借りすることができたんですけども、星空でも使えるような描写を目指したっていうレンズって言われてるんですね。ですので、どんなもんかなということで、実際これで私が星を撮ってきました。星をメインで撮っている私の観点から実際どうなのか。でこれ 18mm なので、 35mm 換算で 27mm っていう画角じゃないですか。で広角レンズがね、星空撮影には向いてるって言われてる中で、これどうやってじゃあ活用すればいいのっていうところを触れていきたいと思います。それでは行ってみましょう。サイズ感がなんとなくわかるかなと思って今並べております。非常に小型なレンズですね、こちらのレンズですけども、すごい小さいレンズになっております。このレンズ最初見た時に結構前玉が小さめだったので、星ではそんなに向いてないのかなっていうふうに思ったんですけども、ライブ配信でですね、これのレンズテストをやったんですよ。でその時に思わずごめんなさいっていうぐらいにすごい描写力だったんですね。前玉が小さくてもですね、そこそこ周辺まで、良像が得られるというか、そういうレンズがね、やっぱりミラーレスになってから増えてきたんですよね。なので私もちょっと考えを改め始めたところだったんですけども、実際 SX10 につけるとですね、はい、こんな感じでございますね。サイズ感的には非常にちょうどいいんじゃないかなと思いますね。結構天候不順が続いたんですけども、なんとかこれで星が撮れたので、そう、実際の星空写真の画像を見ながら、このレンズの性能について触れていきたいと思います。はい、それでは実際に撮影した画像をお見せします。ですね、今この動画撮ってるこれが、この XS10 に XF18mm の F1.4 をつけて F1.4 開放の状態でございます。クラシックネガでやってます。どうですか、綺麗ですよね、綺麗ですよね。クラシックネガっていうこのフィルムシミュレーションの良さもあって、ちょっとなんかエモい感じになってますけど、じゃあ雑談はこの辺にして、ちょっと画面の方を見ていきましょう。これ実際、この XF18mm の F1.4 で撮影した写真を今見ていただいてます。でですね、この右下ですね、今レイヤーでやってますけども、上から F1.4、2.84、F4 っていう感じですね。でこれが F1.4 の画像で、これが F2.8、 これが F4。 今これ見るだけでも F2.8 と F4 の差が全然ないですね。これ F2.8 で、これが F4 です。もう一回いきますよ、 F2.8、 F4、 すげー。いや、この時点すごいんですけど、 F1.4 はこれです。 F1.4 と F2.8 の差は結構ありますね。周辺原稿が F1.4 から F2.8 に変わると、もう劇的に変わってますね。なんかカラーバランスのなんかちょっと変わってんな。なんでだろうね。中央の方がちょっと赤っぽく F1.4 だと映るんですけど、 F2.8 だと、なんとなく、富士フィルムらしいちょっとグリーンが強めの感じの色になりますね。はい、じゃあ F1.4 の画像を見ていきますね。ででで、これピントシビアなんですよね。すごいシビアで、ちょっとねパープルフリンジっていうか、その星の周りにちょっと紫っぽいの出てるじゃないですか。これがなんかね、自分のね、そのすごいピントがシビアだったから、追い込めてないから発生してんのかなっていう感じはしますね。いや、実際どうなんだろうって感じですけど、で周辺まで見ていくと、おー、これかなり強拡大してますけど、こっから来ますよ、こっからビーンと来て、周辺はほぼ点で映ってますね。すごい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 。こっちもね、横にビヨーンとサジタルコマフレアっていうね、なんかこう鳥が羽を広げているかのようなこう星になってますけど、これめちゃめちゃ拡大してこれなんで、
全然気にならないレベルです、これは。すごい。すごい、本当に増面がフラットですよってことですね。F1.4 でこれなんで、F2.8 にすると、じゃーん、もっとすごいです。周辺言語がもう劇的に改善しましたね。で、真ん中。ビーッといって、周辺を見てみましょう。はい。シャッタースピードが伸びてる分、ちょっと流れてるようには感じますが、さっきの鳥さんはいなくなりましたね、これね。はい。こっちの方がまあ北側なんで、こっちの方が星の動きが少ないです。星はほんとほぼ点で撮れてますね。めちゃめちゃフラットで撮れます、このレンズ。で、F2.8 と F4、こうパッと見た目、周辺原稿具合が全然変わんないんですけど、F4 にする。まあ、星で F4 撮ることないですけどね。まあ、さすがに F4 は20秒になってるんで、星が流れてますけど、まあ、参考程度にっていう感じですかね。開放 1.4 でさ、この描写が得られるっていう、このレンズは、なかなか、ないですよ。今まであったかな、そもそも。この世にあるレンズ全部試したわけではないんでわかんないですけど、少なくとも私が今まで試したレンズの中では、まあ、広角とか標準とかいろいろあるレンズの中で画角を無視すると、トップクラスですよね。でですね、実際このレンズ使って撮影してみた感想なんですけども、実際星を撮って、で見て思ったのはですね、ピントがめちゃめちゃシビアなんですね。で、ピントがシビアな理由が、液晶モニターの拡大倍率が富士フィルムは10倍までしか今のところいけないんですね。今のピントの拡大率で追い込むには少々ピントがシャープすぎる、レンズがシャープすぎるっていうことですね。こう撮影した画像を見てすごくシャープだなって思ったのと同時に、あ、これレンズの性能引き出せてないな、このカメラって思ったのも確かです。このジョイクラスの GFX になってくると、かなりピントが拡大できるようになるので、もしかしたら画素数の問題なのかもしれませんが、とりあえずこの SX10 とか、まあ、XT4 とか、その辺だとピントを追い込むには難しいなって思いました。広角じゃねえじゃんって思う人いらっしゃると思うんですけども、通常は使わない焦点距離で撮影するっていうのは、いい写真を撮るためには大変効果的な環境の変化じゃないかなと思うので、タイムラプスの時に結構いいなと思いました。まあ参考までに、その30秒の露出で撮影した天の川ってこうなるんですよね。その30秒に1枚の写真撮ってますから、その間星が動く量が大きいわけですよね。で、これね、1.4 の F 値なので、これで撮影してみたところですね、シャッタースピードね、5.6 秒とかでいけちゃったんですよ。F1.4 でこれだけの周辺像が得られるんであれば、星の写真だけでなく星のタイムラプスでもいけちゃうなと。で、シャッタースピード5.6 秒でいけるので、ふわーっと動く天の川が撮れるわけですよね。27mm なので風景目いっぱい入れようとすると低い位置の星空星座天の川を狙わなきゃいけないんですね。そういう意味では結構制限はかかるんですけども、こう登りたて沈んでいく間際の天の川を撮るとか、そういう時にはすごく重宝する画角じゃないかなというふうに感じましたね。
さて実際このレンズを私が買うかどうかなんですけども、買うと思います。その今ちょっとまだ買えないんですけど、買うと思います。動画も星の写真も撮れるっていうことは、まさしくね、私のために作ったのかなみたいな風に思うところがあるわけですよ。ライブ配信の時にですね、視聴者さんから教えていただいたんですけども、カメラの北村さんの YouTube の動画ですね、開発担当の上野さんという方にですね、話を聞くという動画が投稿されて、その中で気になる言葉があったんですよね。まあ、このレンズ徹底的に収差を抑えましたと、なんて言ってたかな、今後来たる高画素化の時代についていけるようなレンズを作ったっていう風に言ったんですよ。画素を高くするっていうことは、ただ闇雲に高画素にすればいいっていうわけじゃなくて、ちゃんとね、なんていうか境界線っていうかね、基準があるんですよ。それが今は 8K なのかなと思ってます。まあ、要はそのアスペクト比16対9で3300万画素以上あれば 8K になるんですけども、で、富士フィルムってその写真だけじゃなくて動画も力を入れている会社なんですよ。だからまあ十分その可能性は考えられるなって思うんですけども、見ての通り APS-C の X 用のレンズでしょ。ということはですよ、この XF、X マウントの APS-C サイズのこのマウントで 8K やろうとしてんのかなって思っちゃったんですよ。ちょっとこれ私勝手に喋ってることなので、実際そうじゃないかもしれないんですけど、まあ、勝手に期待すると APS-C サイズもしくはスーパー35ですよね。で、8K 動画が撮れるカメラを作っているんだとしたら、それってすごいことだと思いません？今のところそんなカメラないですよ。初めて富士フィルムさんがそういうのを作られているのかなっていう憶測を立てました。なのでまあ私 8K やりたくて今 GFX 買いましたけど、まあ、もしねその APS-C X マウントの方でもそういったカメラが出るのであれば、まあそのこのレンズは今のうちに買っとかなきゃいけないでしょうという考えになりましたね。はい、じゃあ今日はここまでになります。なんかいろいろ勝手にいろいろ喋りましたけども、まあ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。